じゃあこれなんだ。おいでこっち。ね、実はよいしょ、先月ぐらいにドギーボックスさんから文ちゃんにプレゼントいただいたんですよ。でそれ動画にして載せたら結構好評だったみたいで、今月もなんかいただきました。よかったね、足カイカイしてる。よかったね。ね、文ちゃんのちょっと早いクリスマスプレゼントじゃん。ね、11月用のボックスらしくて、クリスマスじゃないか。ちょっと開けてみようね。ちょっと開けてみます。開封。なんだ文ちゃん、これは箱だ。あ、ね、じゃあちょっと先に見るね。開けるとアレルギー対応に関するお知らせ、まあアレルギーのお知らせと、ワインが入ってるワインのおもちゃが入ってる。ワインだ。なんか中入ってるよ。気になる。なんか中硬いなこれ。じゃあ待ってね、これちょっと紐切ってあげようか。気になるね、気になるね。文ちゃんももう成人男性だもんね。やばい、このワイン変な音鳴る。文ちゃん行くよ。キャッチ。あー、ドギーボックスに当たった変な音鳴った今の。文ちゃん音鳴らせる、それ上手に。振るんだよドギーボックスがすごいことなってる。紙すごいな、新しいね、その音ね。うち今までピーピーなるさおもちゃしか遊んだことないからさ、音なるければ。あー、ちぎりゲーじゃん。すごいいい質感のおもちゃだったわ文ちゃん、いくよ。嬉しそう。ぽい。ね、じゃあ文ちゃんがワインで遊んでる間に中身紹介しようかな。よいしょ。何？じゃあワイン後で遊ぼうか。ワイン後で遊ばないの？今遊ぶの？ワイン今遊ぶ。ね、イケアの椅子でこそっと。じゃあ先に、はい、なんとフリーズウェイ白桃桃だ。あら、桃だってね。あとでね、文ちゃんと私が食べてみます。お、ジャーキー入ってる。見て、カミカミジャーキーだって。原材料名ささみ、無添加、添加物無添加だね。やば、またジャーキーじゃん。うちジャーキー案件だよ、これ気づいてる？見て、今ちぎるのに必死で全然気づいてない。いいよ、後で一緒に食べよう。あとイナーベジオールナチュラルスナックスベジ、野菜かな、なんだろうねこれ。人参チップスだ。 100% 人参じゃん。文ちゃん人参食べたことないんだよね。ちょっと飼い主はねキッズなんで人参苦手なんですけど、ね、文ちゃんは多分何でも食べるから好きだと思う。欲しい？あとは紹介するやつ、いっぱい入ってるよみたいな。すごいね、あのおもちゃめっちゃ気に入ってるわ。どこで売ってるんだろうね、こういうのって。単品で売ってるのかな。あんまペットショップとかで見ないよね、こういうおしゃんなおもちゃ。作ってるのかな。ワインにするところがおしゃれだよね。無難な骨とかさ、肉の形のおもちゃとかじゃなくて、あえてのワインみたいな、ね、早くこれ食べてみたい。文ちゃんのだけど、旬の白桃をそのまま生かすフリーズドライ加工。フリーズドライってあれか、パサパサのさ、カサカサみたいなやつだよね、ドライフルーツっていうよりかは。このフリーズドライも
白桃 100% で無添加無着色だって。いや、じゃあ文ちゃんがねワインに飽きたら飽きるかな、破壊するまで飽きん気がするな。なのに先月来たかぼちゃさんはさ、あの穴が開くたびにチクチク塗ってまだね存命させてます。お、食べる？じゃあちょワイン片付けようかね、ワイン直そうか。ワインは立つかな、立たんね。じゃあ文ちゃん、お菓子のレビューをしましょう。最初にどれからさ食べようかね、最初にどれから行こうかね。白桃ジャーキーベジ、文ちゃんに選んでもらう。じゃあどれがいい？最初、痛かった痛かった、鼻先が刺さっちゃった。どれがいい？はい、お手お手、じゃあこっち向いてるからこれにしよう、白桃。ねえ文ちゃんさ、フリーズドライ系のおやつ食べたことないからどんな食感するのか楽しみだね。でね、まずね、まずはこのね飼い主が食べてですよ気になるね、美味しそうだね。うち初めて食べるんじゃないもん、もう。はい、お座りして、お座り。ちょっと待ってね、姉ちゃん味見する、ね、白桃のフリーズドライこんな感じ、美味しそう。え、待って、めっちゃうまいんだけど、え、めちゃめちゃ美味しいんだけど、え、なんか桃のパサパサの桃みたいな、え、めっちゃ美味しいんだけど、もう一口食べちゃった。じゃあぶんちゃんね、次ぶんちゃん食べようか。ほら、え、めちゃくちゃ美味しそうじゃない、ほらめちゃくちゃ美味しそうじゃない。ぶんちゃんお座りして。じゃあはい、いいよ。どう？初めての桃。え？ぶーちゃん桃だよ。初めてだからさ。え、めちゃくちゃ美味しいよ。ぶーちゃん一回噛んでみ。ハマるから。やっぱ初めてだから分かんないのかな。キャッチ。今ね噛んでる。戸惑ってるね、多分。こんなこれ食べたことないなみたいな。初めての食感だもんね。どう？美味しかった？もう一個いってみる？どうだ、どういう反応なんだろうこれは。もう一個いく？お座り。ちょっと半分にしてみようか。あ、落ちちゃった全然食べるじゃん、戸惑ってたの。確かにさ、普段さフルーツとかあんまり食べないワンちゃんだと最初戸惑って美味しかったな、戸惑っちゃうかもね。あ、いいよ美味しかったね、よかったね美味しい目してんじゃん。はい、文ちゃん桃に目覚めました。今日初桃だね、8歳にして。美味しい？ちょっと桃はさ、なくなっちゃったらさ、なんていうの、ジャーキーみたいに継ぎ足し買い足しできないから、桃は1週間に2個ずつ食べようかね。じゃあ次はベジ、人参いってみよう。文ちゃん人参
どうだろうね。人参単体でとか食べたことないね。なんかチップスみたいな感じだね。ちょっと待ってよ。ちょっともうちょっと後ろ行って。押さえして。まあちょっとチップスっぽい。ねえ、ちょっと一個ずつ食べてみよう。はい、どうぞ。初人参。ね、ジャーキー至上主義犬だけど、こうやっていろんなものにチャレンジできるのはいいね。やっぱペットショップとかにさ、買いに行ってもさ、なんだかんだジャーキーが安定でジャーキーになっちゃうんだよね。美味しかった？ちょっと待って、これどんな味するのか姉ちゃんも食べてみていい？一応人参だからね、スルーしてたわ意識的に。うん、なんか甘いんだけど。人参ってこんな甘いの？もう10年くらい食べてないから忘れちゃった人参の味。なんか甘いね。結構うまいかも。料理に出てくるとなかなかね、苦手なんで。美味しかった？はい、どうぞ。美味しいみたいだね。プチ、お肉以外も全然好きじゃん。はい。ね、健康になって。美味しいね。次は、次はささみ、カミカミジャーキーいってみる。ささみが 100%。 よいしょ、どんな味するかな。こんな感じ。待って、ぶちゃ待って、おさりして。ありか、こんな感じで。もうささみですよみたいな、ジャーキーですよみたいなね、感じですよ。で、じゃあちょっと一口食べる。で、ささみ味の薄いじゃがりこみたい。最近ねっちゃうまいね、レビューがね。じゃあ食べてみようか。まず一かけから。いいよ。どうどう。おいしい？やっぱお肉好きだね。じゃあもう2かけ。はい。いいよ。どうだった？おいしい？プンちゃん好きだね、お肉。前回のジャーキーもそうだけど、やっぱなんかあるんだろうね、犬の肉の匂いっていうのは。よし、じゃあぶんちゃん、ちょっとコードのやつやってみようか。コードにね。はい、ぶんちゃん、持て持て持て、いいよ。おー、いい子。めちゃくちゃいい子じゃん。じゃあこの繊維みたいなのがつながってるやつも持ってみる？持て持てよ。いいよ。で、超いい子。あと2かけあるから、で、今日のおやつは、待てよ、この2かけで終わりね。分かった？おー、大丈夫？繊維がね。おさりして、おさりおさり、これ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 、おさりして。ありこ、じゃあ、お手、おかわり、ハイタッチ、ハイタッチ、ありこ、いくよ、キャッチだよ、キャッチ、上手ね、ドギーボックスでした。どうぞ。ぶんちゃんでした。バイバイ。これプレミア公開してみようかね。ちょっと長くなりそうだからさ。